3月18日金曜日、せーの、おーはー、よっしゃー、今日もスマート最高の一日にしていこうぜ。さあ、そして松丸君来てくれてます。はい、みんな早起きできて以来、学校前にスマート楽しもう。やったー。さあ、まずは早起きを頑張ったおはともたちへのラッキーコーナーから、おハッシュタグおはスタイム、ハッシュハッシュ。はい、さあ、この後のテレビ画面を撮影してツイッターにアップだ、アップだ。プレゼントはこちら、おはスタ25周年を記念したアニバーサリーストアの金曜レギュラーグッズスペシャル詰め合わせセット、うわアクリルキーホルダーのコード決まってるぜ。制限時間は5秒間、せーの、おはスタ、みんな写真撮って、全部いきなりやった、早っ、ラッキー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 になっちゃった、はい、ということで今撮った写真を朝の8時までに今出てるこのタグ付けをしてツイートしてちょうだい。はい、おはとものみんな、おはさんの方にも手伝ってもらってね。はい、よろしく。さあ、この後は映画シングが絶対見たくなる大調査、トレンディエンジョサイトさん、そしてアイナ・ジ・エンドさんに直撃インタビュー、うん、さらに今日は番組後半でおはさんから重大発表があるぜ。さあ、みんな絶対最後まで見てくれよな。では朝から元気が出るポケモンカウンモノマネ、いくぞ、よろしく。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。もない意見をこう投げるんですけども、グンターってこのなんか恐れをなさずにこうガンガン行くんですけど、やっぱそのなんか明るくてなんか、みんなを盛り上げたいなみたいなところはやっぱこのグンターに通ずるものはあります。後者はわがままですよね。で、天真爛漫で素直ですね。
可愛い理があります。どんな時だって自分の気持ちも正直だからこそわがままですし、まとものみんなも一緒にわがままになってもいい習慣があるよっていうのを校舎を見て知ってほしいなって思います。待ってるのいいか、すごいのよ。そうなんです、シングの見どころといえば歌。海外の名曲を日本語でカバーしてみていかがでしたか？ Could Have Been Me っていう曲の一番最後のキー、今まで出たことない高い音だったんですけど、ポーシャのおかげで出ました。ポーシャマジックみたいな。おーすごい。まあね、これが嘘みたいなんだけど100点なんですよね。まあ、基本芸人サイトはもういないですね、これネクストステージというタイトルのようにエンターテインメントの聖地で世界最高のショーの成功という大きな夢を追いかけるバスターたち、同じく夢を持つお歯友たちへメッセージをもらったぞ。だからどんな言葉をもらってもポジティブに受け止めてみることが割と大事だったりして、シングも結構そういう悲しい出来事が起きてもワンワン泣いても歌って晴れやかな気分になってゴールを迎えに行こうって上がるだけって。そうですね、本当にね、でもジャニーズに入りたかったっていうのがあるんで、さっきもだからジェシーに聞いたんですよジャニーズに入り方とか、はい、でジェシーがやっぱ空手教室に通ってたらしくて、そこでなんかそのなんかジャニーさんがそのちょっといい人いないかって言われて、そこでスカウトされたんですよ。で、空手教室、あ、その手があったかっていうことで今空手教室で探してる今でも諦めてないんですか？今上の部屋でずっと空手教室探してました。本当にね、面白い映画になってるんで、ぜひぜひ2回3回10回100回と見ていただければと思います。シングルネクストステージどうぞ。んおお、俺のどうぞやってくれたニュアちゃんの真似だったね。さあ、ということで様々な状況が渦巻く中、ショーの開催日は迫ってまいります。果たしてついに行きます、スーパーはい、こちらクレイを説得することはできるのか、そしてショーは成功するのかというところ、皆さんぜひご注目ください。シングネクストステージは本日公開、最高のショー、そして感動の結末、ぜひ映画館でご覧ください。続いては謎解きだ。さあ、ついにリドラとの決戦が始まったよ。松丸王子、リドラ代理携帯だよ、大丈夫、勝てんの？大丈夫、最後まで諦めないよ。島の平和を取り戻すために頑張ります。いざ決戦だ。決戦だ。謎解きキングダム、リドラが代理携帯へ、最終決戦、ついに本気の謎解きが繰り出される。俺様の謎解きについてこれるか。組み立てタイプのパラメーターが高くなっている。でも絶対に負けない。絶対負けない。6枚のカードを使ったじゃんけんで3回ともリドラに勝つには、僕が最後に出すべきカードはどれ？みんな力を貸して。3回とも勝っているから2回目までにリドラが出したカードは分かるよね。残ったカードのどっちを出せば勝てるかな。グーで勝つには長期だね。長期に勝つにはグー。スリーテイルズアーチャー。あ、選択肢が3つに。3回とも勝ったということはリドラは1回目にチョキ、2回目にパーを出して、残ったカードはグーとパーだから、勝つために出すべき最後のカードはパーだ。パー。よし、出すときクリア。生意気で、これでも食らえ。あ、危ない。おはとものみんな、ありがとう。なぜだ、なぜこんな小僧たちに負けるのだ。ソナーさん、大丈夫ですか？見事リドラを倒した。しかし、ソナーは無事なのか。バックトゥーザオファースター。ポイケンサイズでおなかもペコリンチ、バンガチョーバンガチョー、みんなバンガチョー、ポイケンサイズでウィスウィスウィス。
超復帰作だ。引退したビッグスターね。ちょうど今、秘書のミス・グローリーがハロウェイの家に向かってるところ。誰もいませんよ。助けて。シング、ネクストステージ。あのライブはクレイジー。ユッポー。あなたち。今夜のおかずは豆腐が一丁となったらレンジのすすめ豆腐を入れてチンするだけ。はい、麻婆豆腐よ。ガチうまい味噌汁だよ。はい、あっさめ。はい、ひゅげ。はい、ゆうげ。お味噌汁なのなのなに。来るね、来るね。時刻は7時16分。みんな朝ごはん食べた？朝しっかり食べると頭が一日スマッと冴えるよ。続いてはこちらをチェケラ。ガンズのヒロインとアマチューのアニポケショー。さあ、みんなで今夜放送のアニポケを紹介していくよ。今回は伝説のポケモン、ウィーザーが登場するわ。伝説のポケモン来たウィーザーは冷凍ポケモン。永久凍土の雪山に住み、氷を自在に操る力を持つのよ。今回のアニポケでは、プロジェクトミューで、ゴーやサトシが力を合わせて、フリーザーと戦うの。じゃあ、俺たちも力を合わせて、フリーザーとバトルしてみない？やってみましょう。フリーザーって、こういう感じでしょ？この洞窟に、フリーザーがいるらしい。絶対にゲットしてやる。アバチューは、ゴーかな？未来。俺のお腹の中に手の中にゴーに似てないし、決め台詞も間違ってる。出たなフリージオ。そうそうそう、俺は結晶ポケモン。氷で作った鎖を操って相手を凍らせることができる。でおいフリーザーだよ。フリージオとフリーザーを間違えた。似てるように似てないやろ。覚悟しろブルドーザー。工事現場ならお任せあれ。俺が伝説のブルドーザーって、もうザーしかあんじゃないから。ザーしか。ノリツッコミ下手くそやし。もういいから早くフリーザーやって。そこのサトシ、ごちゃごちゃ言ってないで協力しろ。ちょっと待って、私サトシやった。どうかぶったらいいってこと？二人でかかってきてもこの俺にはかなわないぜ。得意技で一撃だ。フリーザーの得意技といえば吹雪。くらえハハ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 溶けちゃうじゃん。それ絶対冷凍やん。絶対冷凍って何？絶対冷凍やから。さあ、ここからは今夜のアニメを紹介していくぜ。ゴーはサトシと共にフリーザーがいると言われる双子島に向かう。フリーザーを探す道中、ゴーの友達でセレビーを探す少年トキオ、そしてサトシの幼馴染シゲルと再会。二人と共に伝説のポケモンフリーザーとのレイドバトルに挑む。フリーザめっちゃ強そう。ゴー、サトシ、頑張れ。じゃあ今日はここまで。今夜のアニメをお楽しみに。次、今日のお天気は？はい、本日のお天気お伝えします。福岡から東京は雨で風も強まりそうです。札幌は晴れるでしょう。最高気温は昨日より低いところが多い予想です。東京は真冬のような寒さでしょう。以上、お天気でした。ありがとうな。この後はアニメガルガキ2、最後まで絶対見てね。見る。みんなのごちそうステージ、コテアラポーク結婚戦です。コテアラポーク、ソーセージ界のカリスマ、ポリスマ、コテアラポーク。お腹すいた。今何時？ソーセージ、のりたちごちそうステージ。ごちそうステージはコテアラポーク。マイマイマイ、ユネキュー。みんなのごちそうステージ、コテアラポーク先生になります。マイヤさん、はい、アラビキ、はい、ガブリエ、コテアラポーク、コニー、またちここだ。コテアラポーク。え、何時だと思ってるんだ。ソーセージ、ごちそうステージはコテアラポーク。マイマイマイ、ユネキュー。うちの朝はお茶漬け。やった、目覚まし食べて。長崎へ。
もっとならなかったに黒チャーハン出た。心が動いた体験はずっと残る。楽しい学びでその先へ。新規入会受付中。名探偵コナンゼミ通信教育頼んだよコナン君。任せて。僕たちが楽しく学習をナビゲート。通信教育はこれで決まり。まずは1週間お試しキャンペーン実施中。謎解きも。カンナのキラパー名前かけ。さて、一応のキラパーは第36話クラリスへと続く地図を探せ。地図のありかを知る博士を訪ねて、キラリが向かった先にいたのはチーズに詳しいチーズ博士。地図とチーズってダジャレやないかい。キラパーは日曜6時から。今週もいけない心を頂戴します。続いてはアニメガルガキ2。最初オーディションも終えて続きはどうなったのか、どうぞ。いやー、ほんとガールズ救援学院に入れて超良かったね。やった、うん、新しい未来にみんなで向かいます。よっしゃ。さあ、ということでガルガキ2は今日で最終回なんですが、ここでカンナからお知らせがあります。はい、こちらを見てください。2021年10月。まずはご卒業おめでとうございます。ありがとうございます。はい、これから先輩4人の思いを受け継いで私たちラッキーラッキー頑張ります。よろしくお願いします。先輩オハガールのバトンを引き継いだ6人。リムラだ。リムラ。厳しい状況の中いろいろ頑張り、そしてラッキーラッキーも春から新たなステージへ。おー、そうなんです。ラッキーラッキーは春から新たなステージへ進むためにオハガールを卒業することになりました。ということで来週25日金曜日はオハガールが全員集合します。リモート観覧も大募集中でございますんで、みんなでね一緒に笑顔で送り出しましょう。さあ、カンナ一言お願いします。はい、最後の最後までスマッと元気に頑張ります。よっしゃ。さあ、オハガールとしては来週でラストなんだけれども、4月から新たなステージに進むラッキーラッキーから最高のお知らせがあります。お願いします。そうなんです、こちら。明日からガルガキ2がなんと原宿竹下通りとコラボ。さらに3月22日18時からガルガキ2のスペシャルイベントを特別におはスタチャンネルでも 生配信しちゃいます。ガールズガールズから3人の先輩も応援に駆けつけてくれるよ。みんな絶対見てね。はい、絶対見ます。来週僕いないから、これカンナちゃんとおはスタで会えるのラストか。そうだね、今日がラストだね。カンナに最後一言言ってやれ。はい、カンナちゃん、おはスターいつも見ててすごい必死に頑張ってる姿を見てます。新たなステージにいても絶対輝けると思うので応援してます。ありがとうございます、頑張ります。よし、素晴らしい、ね、本当にみんなで応援するからラッキーラッキーの新たなステージ、ね、本当輝いていくこと祈ってます。でおはトモのみんなもね、卒業シーズン近いけども残された時間最高に楽しんでいこう。それじゃあせーの。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ずっとずっとずっと。
砂が色の名前になってるのも素敵だよね。他にも桃色とか若草色とか、うん、果物や草の名前がついた色もあるよね。俺が好きなのはやっぱり小豆色だな。あ、小豆も豆の名前だよね。そう、小豆といえばあんこの素、おまんじゅう、もなか、大福、全部小豆が欠かせないんだよ。小豆色、名前だけでももう美味しい。それって色っていうか、あんこが好きなだけじゃん。あー、考えただけでお腹空いてきた。お菓子食べに行こう。ジモニー、また見てね。